さあ、フェアリーんとこやってきた。まあ、タロのとこだね。まあ、可愛いから、タロちゃん。最後にしたかったけど、まあ、ストーリー的に柿翼が最後の方が良さそうなんで、先にやっちゃいますか。そろそろあれ出てきそうだよね。シンクロするやつ、ポケモンと。チャレンジ場に参りましょう。まあでも俺反対されたの忘れてないけどね。ブルーベリー軍参加すること。普通に根に持ってるから。反対しちゃってごめんなさい。イレギュラー。リーグ部のゴタゴタに巻き込みたくなかった。あ、ごめん、なんかごめん。俺が悪かったかも。なんかいい子だったわ。5問出します。めっちゃむずいくて、ヒントはその辺に散りばめられてるみたいな感じかな。やべえ、これピカチュウの鳴き声か？ガチでむずいぞ、それ。あれ、体内で電気を作り出すことで有名なポケモンですが、ピカチュウの電気は体のどの部分？いや、ほっぺだろ。まあ、さすがにね。なんだこのクイズ、面白いな。ピカチュウ出番終了。コンパン？暗い夜でも体のある部分をレーダーとして周りを探知できる。さすがに触覚かな？目？複眼なことある？うわ、やられたー！目だ。よかった、一回許してくれるんだ。普通に目だった、引っかかった。やべ、これ新作が贋作かか、これ。ヤバちゃ。有名なアンティーク。新作フォルム。え？新作って確かさ、下見ないとわかんなくない？待って、今マークついてたかも。ここも痛い、ここも痛い。マークついてる方が本物だよね。お前も回れ、お前も回れ。真ん中っぽいけど。右側のやつがやらないから見えないな。でもこれが多分本物。裏側にマークあるんですよ、ヤバちゃんの新作は。でためての。やばい。それはやばい。危ねえ、そういう問題だと思ったわ。追っといたよ、ちゃんと。危な。よかった、とっさに追っかけて。食べてたもので色が違う。赤いやつは血吸ってたんだろうね、多分。グランブル？私のポケモン。お昼寝の時私が枕にしてるのどこでしょう？知らねえ。 いや、むーず。頭。お腹。お腹じゃないことある？もうさすがにね。最後聞く、まさかの個人的問題？頭かお腹以外に選択肢あったのかな？最後は絶対当たるのか？もしかしてね、一回再挑戦させてくれるなら。だとすると炎のチャレンジ相当難しかったな。フェアリーテープでしょ？ごめん。ボコボコにするわ。この子マジ可愛いな、キャラデザ。
本気でお相手しますので、可愛いが最強ってこと。何それ、いいねそのルーティーン。うわエルフいたずら心っぽいなー、すごい。威嚇は全然問題なくて、威嚇ってダブルだと両方に入るんだね。いやーやっぱそうだ。まあでも飛ぶと思うよ。はい、タスキ、いたずら心タスキ、両壁張ってくんのか絶対。やりますね。まあフェアリータイプだからね、これザシアン裏から出てくる可能性あるよ。壁ザシアン剣舞も積んできたりね。ヤドラン、え、ヤドランにフェアリータイプなんてあったっけ。え、こいつ毒とかじゃなかったっけ。まあ、テラスしますか。うわぁ、それもう、もうその、違法、不正クイックドローやめて。追い風！ガチ起点作戦なんだけど。放射。もうそれは全然入んない。やべえ、先制で2回も殴られるなんてな。これやっぱ敵のレベル見えなくね？壁あるからね、耐えられそう。弱点じゃないよね、だってこいつ別に。え？普通に素でギリ耐えられた。なーんこれ！オーボンか。うわー、アシレーヌか。アシレーヌまだ終わりじゃないな、でもこれ。買った！壁とはいえ。は、これ直帰？何レベル？え、100レベルじゃないよね。翡翠ドラッグの弱さがちょっと足引っ張ってるなぁ。サフゴはね、ゴルラ撃つ係だからいいんだけど。ハイパーボイス。え、めっちゃ入るんだけど。え、メガネかな？こんな入る？ノドスプレーか！え、どれ口振ってやるな、さすがに。さすがに強い。火力が高い。ゾロアークだって等倍だからね、こんな入んないよ、普通。いや、足で倒さないとまずいな。ノドスプレーハイパーボイス食らいたくない。で、これ何その技。なんだろう、なんか、横にポケモンがいたら効果あんのかな。C 下がりすぎて落ちないね。え？食べ残し？食べ残しだ。そん、全然硬くなさそうだけど、そいつ。やーべえ、地面タイプ来たー。やえ、ドリューズちょっとまずくねえか。まあ、光の壁しか貼られてないけど。あ、これドリュー、え？ドリューズテラスタルなの？え、どういうこと？ドリューズペアリーテラス？タイプ不一致だ。なるほど、後半2人はタイプ不一致してくんのか。抜群だったけど、鋼はさ、大丈夫そう。強っ。それどういう効果なの？多分横に効果あるやつだよね。
攻撃がぐるんと上がった。どこがぐんと上がった。強いデコレーション。追い風もう切れるっしょ。でもやばいな、デコレーション。光の壁がなくなった。追い風がやんじゃったね。追い風やんじゃったね。追い風やんじゃったね、フェアリータイプさん。ザシアンの前でフェアリータイプになっちゃったね。はい、わからせと。フイッチテラスいいね。まあ、フェアリーテストで分かってんのがすげえ弱いけど、フェアリータイプが鋼テラスする方が強かったと思うけど、ゴルラめっちゃ打ったよ。5万1200円と1万6000円戦ってたの見てました。ほんと可愛かったですね。あ、これナンパしに行きます。ブブー、私は今ポケモンの話をしてます。間違えたなと。選択肢を間違えたなと。なんで俺のポケモン出させてくれないの、写真に。わざましいんか。魅惑のボイス、天使のような歌声で相手を攻撃、そのターン能力が上がったポケモンを混乱の、なんか微妙に弱えな。混乱か。竜舞海流に打つみたいな感じかな。混乱か。状態異常の圧力としては一番弱いな。あ、来た。おー、スビレンのチャンピオン。インゲンさん来た。かわいい好きが高じてポケモン強くなった。オイルだけ呼び捨てなんだよ。なんでだ。え、カキツバタ太郎か、これ。太郎カキツバタできてるか。で、まあ最後こいつだよね。ちょっと強いか。ドラゴンタイプってね、スペック化け物だからね、600族全部出てきたらウケるわ。